今日はヒンジングホールショットですね。はい、このフォローの形、はい、リーディングエッジが目標に向きながら回ります。このように被ってません。自分の前傾姿勢と一緒ですね。はい、この角度、シャフトと右手首のこの角度、この角度ついてますね。こう伸びてません。まっすぐです。はい、右脇は締まってます。右肘は上向いてます。左腕は左脇が締まって、肘にちょっとたわみがありますね。左手の甲は上を向いてます。はい、これがヒンジングホールドショットです。はい、ミケルソンとか丸山選手もこの動きで、アプローチをしています。はい、そしたらヒンジングの意味ですね。はい、バックスイングしてみましょう。はい、右の肘を畳みました。右脇も締まってますね。はい、これがヒンジングですね。ヒンジングをホールドしたまま、この形ですね、崩しません。ホールドしたままフォロースルーを取りますが、フォロースルーではクラブを置きっぱなしにしたままですね、おへそが左の太ももの上に乗っていく感じですね。少し体を押し込みながらフォロースルーを取ります。はい、そしてあと左腕がポイントがたくさんあります。ちょっと左腕の動きをやってみましょう。はい、左手出してください。はい、バックスイン。はい、おへそが左太ももの上に平行移動しながら押し込みます。前傾姿勢崩れません。はい、このように左手の甲が上を向きながら少し上昇するんですね。ここからフォロースルーで、はい、少し上昇します。こういう形です。はい、左腕のですね、上腕が体についたまま左に回ります。左手の甲が上を向きます。左肘が少したわみがあります。この形です。これが少し上昇してくるということですね。はい、これがポイントになります。はい、じゃあ打ってみましょう。はい、この形ですね。はい、これがヒンジングホールドショットです。ぜひ皆さんもやってみてください。